皆さんこんにちはよ。たなべり2023年税理士本試験簿記論に関するポイント速報を開始します。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、あのー、今日はですね、えー、とりあえずポイント速報という形になりまして、まあ本日。 まあ皆さん方のご覧いただくのは翌日以降にアップということになるんで、えー、ちょっとタイムラグは開くんですがあ一応ね今僕が収録してるのがあ本試験当日の夜になります。 えー、一通り、まあ、問題の方を入手いたしまして私どもの方でもでも、ね、回答作業を行い、まあ、まだ、ね、あの正式な形皆さんにお見せするような前提での答案というのは作っていない今作はつく、えい,い作っている途中なんですが、まあ、とりあえず即終、版、えー、ということで、まあ、今回の試験の動向、傾向等についてです、ね、少し20分程度お時間いただいて私の方からお話をさせていただくと。 いう形になりますで追っかけという形になるんでまあ明日にはできればね載、えー、せたいなとは思ってるんですけども回答速報自体はあ作り終わったらすぐにまあ皆さん方にアップをさせていただいて、ね、ホームページの方でアップをさせていただいてご確認いただけるように、えー、していこうと思いますし、まあ、予想配点等も当然つけていくという前提で。 作成はさせていただこうと思うんですがちょっとまあ今回はねあの冒険結構まあ皆さん方やってきていただいてお分かりの通りまあ元に戻りましたねあの前回前々回あたりまあ問題簡単ってことではないんですが前回あたり比較的手が出やすいえ問題の形成になっていた構成になっていたのでまあ部分的にねポッと解きにくいよっていう問題があったとしても他の部分で。 全般的に手が出やすいよ、多くの人たちが手が出やすいよっていうの問題のミックスだったんで、まあ、そういうのもあってですね、えー、昨年ぐらいはあ非常にボキロン合格率が良かったとこういう状況がある。ねえー、そういったところだったんですけど、まあ、今回の試験はもう皆さん方やっていただいてお分かりだと思うんですけど、も本当に一口で言って先祖返りしました。あのー、まあ本来のボキロンだよねと という形の問題になっておりますまあ相当久方ぶりになりますが第3問あたりではあ製造業の要素を含んだ問題なんかも出題されておりますんでまあこれが出るとですね現実的にあの製造業はまあ近年の傾向でいうと財料でよく出ているわけですがああ募議論でまあこれが出てくるとね一般なんですけどやっぱりまあ得点傾向に結構影響するんですよ。と、まあ、いうのも材料なんかでもそうなんだけど お計算問題ねやっぱり製造業の加齢が出てくるとそもそも平均的な得点状況で下がるんですね。で一般論としてはやはり製造業会計っていうのは苦手意識をお持ちの方が多いのでまあそれが今回募金論の方でも第3問出題されてるというところがまあこれは時を一つなんでね、えー、対応の仕方はいろいろあったかなという気はするんですがまあそういった論点が入っていたり。 あとは第1問あたりはね、私どもの方でも、少し直前の講義であったりとか、当連等を通じて出題させていただいておりますうー、特殊仕分け帳を前提とする帳簿体系の問題、まあ、これが出ております。まあ、一部ね、あの仕分けの部分についてあの生産勘定っていうのを使わなきゃいけないパターンなので、まあ、もしかしたらあれはね、ちょっと仕分けの推認やってくれっていうのは解きづらかったかなっていう気もします。で気もしますが、ただまあ逆に言うとね、後半部分に入ってた資産表の作成ですよね。 あの試算表の作成については、まあ、残高試算表の案になってますけどもお皆さん方に当連等でやっていただいた問題でも同様の趣旨の問題って出させていただいてるんでね、まあ、結局のとこれ与えられてる、えー、仕分け帳記載のデータですよねあれが取引内容ですからあ記事の話にそのままあ仕分け帳データを集計していけば結局残高試算は出ちゃうんでねでしょ。 類似の問題は当連等でも皆さんにやっていただいたので、まあ、そういう意味ではおそらくね第一問問いの一番帳簿の話っていうのはあうちの受講生さんでいらっしゃれば、まあ、仕分けの部分が少しその生産感情手形仕入れとかさあ当座売り上げとかさああいうねちょっと独特な生産感情っていうのを使う仕分けなんで少しイメージしにくかったかもしれないけどまあ仮にそこができなかったとしてもですよ資産表の部分でしっかり点数を取っていただいて まあさらにはもう一個ねあの自社利用のソフトウェアに関する扱いが入りましたがあれはねまあ確かに見慣れないっちゃ見慣れない話かもしれないけどもただ一般的なボキロの知識をもってすれば十二分に対応はしていただける問題だと僕は思うしまたしてってもらわないとねいけないんじゃないかなっていう気はするんですよ。まあそもそも無形固定資産として計上するソフトウェアの範囲なんていうのをねまあ例えば 今日の問題は違,違いますけど皆さん方には月齢試験であったり直前期の当連等も含めてですけども、あのー、市場販売目的ソフトウェアに関して、えー、資産形状対象はどこからですかっていうのを特定できるようにはしましょうねって話はずっとやってるわけですねで言い方変えれば資産形状対象になるソフトウェア市場販売目的で、えー、資産形状対象になるソフトウェアっていうのはあくまでもお最初の製品マスターができた後の分でしょで今回は自社量ですから あそのソフトウェアの製造にかかったコストってのは一覧の話で載ってるわけで当然そこの部分っていうのは資産の取得原価を形成する対象になりますからね自社利用なんてで,でしょでそこら辺のデータは成分載ってるわけですから、まあ、その前提からすればあ第1問問いの2番っていうのは比較的イージーに対応はしやすかったんじゃないかなっていう気がしますただこれやっぱりねあのここまでいろんな部分で ボキンで使っていただいた基本の知識っていうのは掲揚必要ですよ。例えばソフトウェア、ねえ、えー、それまで使ってたソフトウェアを新たなソフトウェアに振り替えるとかってあるでしょ。じゃあそこの金額はいかなる金額にするべきなのかなんていうのは当然のことながら収益との対応関係を考えていただければですね、どの年度からその金額の振り替え手続きをやらなきゃいけないのか、ね。こういったところは当然の解釈として判断をしなきゃいけない。期末にやってますよ。期末に新しいソフトウェアの振り替えしますよ。 じゃあその時の未償却額を振り返りますという趣旨の記述があったけど当たり前だけどこんなのはですね当期分の償却やった後とっつうのかな。いわゆる時期以降対応分だけがあ新たなソフトウェアに振り返る対象になるのは当たり前でしょそうだ,よ、ね、だって新たなソフトウェアの取得原価に一部加算をすることによって時期以降そのソフトウェアが稼働し始めた時に。 収益との対応関係を考えて毎期費用化手続きを取っておくわけですからその前提から考えればですね当然に期末の段階で新しいソフトに振り返るっいったらね当期種から期末までの期間この期間に対応する部分は当期収益獲得に貢献するんですから普通の消却費用ですよで資産形状として振り替り価格振り替りをしなきゃいけないのは当然翌年度以降対応分であることはまあその当然に 焼却手続きの根本を考えていただければ判断がつく話なまあそんなに難しい話でもないので、えー、一般的にですね会計手続きを正確に理解しておいていただければおそらく対応はできただろうというふうに思いますまあそうするとソフトの部分っていうのは正直僕はあんまり問題にならないなという気もしているのでまあ今回第一問についてはちょうど回答枠が25箇所あるんだよね。 で25箇所あるんで、も、ま、う、あ、普通に考えればこれ1箇所1点配点ですから。ああ、25点入って点でしょ。で、25点配点でしょって考えたときに、あのー、まあソフトウェア関連はちょっとできれば僕は基本的に満点は取ってほしいな。っていうか、結構これ満点いると思うよ。僕。ソフトはね。 でそうすると第1問について、まあ、仮にね生産勘定の内容があーとっつきにくかったとすなわち第1問問いの1番の帳簿に関してね生産勘定手形仕入れとか手形売上げとかっていう科目を使った、まあ、当座売上げとかでもいいですけどあの仕分けの部分の推認がしにくかったとしても、まあ、当連等を通じて資産表の作成はやってるんでねでむしろ当連なんかよりも問題資料が少ないですからーだって具体的に資料2番以降乗っかってた登記中の取引の話ってちょっとしか載ってないでしょ。 これかないわけですから、あそうすると別にこれ乗ってる取引をそのまま普通に小学考えて集計すればいいだけですよ。二重私学の何もないじゃない。帳簿の話じゃないんだ。あしたがって、えー、そこをそのままやっていっていただければ、資産表は取れますから、まあ、そうすると、資産表のところでしっかり点数積んでいただきつつ、問いの2番で、ソフトウェア関連はもうちょっと満点狙いでやっていただく。ただ、金額データの集計なんかはね、慣れない作業っちゃ慣れない作業に見えるので、 最初ちょっとテンパっちゃうかなという気はするんですがまあ何とか頑張っていただいてここで点数取り切ってもらうとうまいこと回ればですねえ第1問で19とかそれぐらいまでいくのかなマックスでただまあ1箇所2箇所のミスがあったと仮定したってまあ少なくとも15点前後は第1問は全体として取れるだろうなという気がします。 で次に第2問ですけど、第2問に関してはね、あの為替薬、ねえー、これ、予定取引ってやつが入ってるんで、少しそこの部分については、煩雑性が高いです、まあ、少しというよりもかなり面倒くさい、でかなり面倒くさいので、この第2問については、ある意味、死者選択、これをしっかりつけていただいて、まあ、変な言い方ですけど、あんまり時間かけない方が良かったですね。 ねえあんまり時間かけないほうがよかったで今言ったカー製ク独立処理、まあ、前提なんですけどヘッジ会計の適用はあるんだけどもあのこの予定取引の話なんで事前の予約設定がなされているパターンだったりしてねなおかつ追加追加で取引があってカー製クの追加設定があってとかって話だから商品売買関連がとにかく面倒くさいんですよで商品売買関連が煩雑性高いのとあとどうしてもそこら辺の話で外貨建て預金に影響してくるんですねで外貨建て預金とかに影響してしまうので あのー、基本的にね、まあ、これどの程度なじみがあるかっていう部分になるんだけど一般論で言うとあんまりメイン論点といえる商品売買絡みの話であったりその為替役薬の話であったりそっちにね時間かけないのが良かったね。で逆に言うとまずしっかりと拾わなきゃいけないのはこれはもう目立つんでわかると思うんだけども。 今回、皆さん方にご回答いただいたこの第2問の中でですよ、えー、か2番、社債勘定の 5DB、ね、決算競りござんだか、で、社債利息の決算競りござんだか、原価衝撃勘定の決算競りござんだか、ここら辺があるでしょ、であとはまあ、なんとか頑張って仕入れ勘定の決算せり、うん、仕入れ厳しいかな、いう気はするけども、まあ、少なくともそこら辺をまず優先的に解く。 社債関連固定資産関連というのはもう確実にまず拾わないとまずいですねでそこをまずしっかりと拾っていただいてあとはちょっと預金の兼ね合いとかね状況によるんだけど、まあ、そんなに問題なくいけるよっていう方だったらあどんどん積極的に攻めていってもいい、まあ、特にあの決算整理前の貸し方合計値だけ答えなさいみたいな問題があるんで、まあ、こういう部分に関しては比較的対応しやすかったりしますから あーそれぐらいはなんとか頑張ってもいいのかもしれないけど逆に言うとそれ以外のものっていうのはちょっと全体的にですね、えー、回答手続きを進めきらないと正直厳しいかなという気がするのでまあ物を選んでしまって回答作業を進めてしまった方のが私は良かったんじゃないかなという気はしますで当然できる方はどんどんやっていただければいいんですけどもあのー、一番怖いのがやっぱりこれね意外となんとかなりそうな気もするんで ドハマりすることだなあーここでちょっとあんまり時間かけすぎると正直厳しいですよ。おーというのも今日第3問がねまあ何を選んでやっていくかっていう視点が必要になってくるとは思うんだけどどうしても製造原価の算定も入ってるしで直前期の授業なんかでも少しお話はしましたけど時の類もあるんですねでなおかつ通常のいわゆる正常原損正常子孫時だけじゃなくて異常原損比。 江上元素院ってこれ製造原価に入れないんですけどおまあ回答枠でね別立てで枠が設定されてたんでそこで判断ついたかなという気もするんですがあそういった論点が入っていたのをするでしょ。でその兼ね合いからするとね今日はね第3問が、まあ、製造原価の算定は正直言ってやんなくてもいいかなって気を僕はしてるんですよ。第第問問でねでね し、えー、かがりん原価とか期末製品原価とかそっちは計算しなきゃしないでも別にいいかなって僕は思ってるんです、まあ、できればでやったほうがいいですけどもちょっとやっぱりこれあの加工費なんかを全部自分で特定しないといけないので、うん、それはあんまりこだわらなくていいような気がするんだよで逆に言うとそれ以外のところで確実に対応できるようなものっていうのはやっぱり拾っていかないといけないでしょでそういう観点を持つと意外とねまあ今日有価証券とか珍しく出てないんでやっぱ取りどこ絞ってるんだよ で絞ってるんで、まあ、その代わりで言っちゃなんですけど当然ね、えー、製造業界系、ね、いわゆる産業資本と呼ばれるような形態の企業におけるところですから当然有形固定資産無形固定資産の類というのは入って当たり前なんでねでそうするとその有形固定資産関連の扱いなんかが少しやっぱり表現が読み取りづらかったりはするけどもただああいったところってのは当然皆さん方攻めていかなきゃいけない話なんでね。 えいつもの取りどこと言われている有価証券の話が、ずっぽり抜けてますから、じゃあその分どこに集中するのって言ったら、通常僕言ってる通り、現預金の話であったり、有形向けの固定資産の話であったり、各種引き当て金の話であったり、そういったところをまず重点的にやりながら、さらに言えば今回なんか、これ、物販も併用でやってますんでね、物販関連で未着品売買入ってるじゃないですか、未着品関連のところだけで言えば、比較的いいー,ーに点数取れるはずですよ。別に難しくないでしょ。 普通の未着品売買ですからでまあ売上げ原価の算定仕入れ勘定における売上げ原価の算定まで言えれば複雑性はちょっと高いかもしれないけど未着品単体での回答作業すなわち、えー、期末未着品残高の特定であったりそれぐらいだったら何の問題もなくできるはずですから、まあ、そういったところやっぱり選んでいかなきゃいけないで選んでやっていくために結構これ問題の示唆選択精査っていうのが必要になるんでかなり時間かかります。 でかなり時間かかるということになるとさっきの話に戻るけども第2問ののとこころでああんんまりりだだわりすぎててもどうっていうっいは正直あるんだよねで一般的にさあ単純な回答時間という前提で言えば第3も1時間の上で、えー、1問2問30分区切りというのは基本でしょただまあ問題チェックがありますから当然プラスねどっかで考えなきゃいけないんだけどもまあ第1問でじっくり問題を解き込むだけでもそれなりに時間かかってしまいますんで。 えー、難しくはないけどもそうだなやっぱ30分ぐらい第1問かかると思うんだよね。でそうすると第2問のところでうん30分で蹴りがつくって言われた時にちょっと全体的には厳しいような気がするんです私。ならある程度もう第2問部分点で絞ってしまって。 えー、その少し余裕を持って第3問に切り替えをしていただいてですね第3問はしっかりと精査をしながらできるところを拾っていくっていうスタンスで問題解いていく必要があるかなという気がするんですよでうまいこともあれば20点前後20点超え25点目標なんでね第3問まあそれに近づくぐらいの形には持っていけるんじゃないかなっていうふうに私は思いましたねあのー、ちょっと第3問の話を言うと 第3問に関しては、まず、あのー、当然のことながらって言ったらあれですけどね、えー、皆さん方、今申し上げた通りですよ、回答枠の話で言えば、結構イージーに解けるものってわりかし多いからね、えー、まあ、5TB 記載中を求めるわけだけど、丸一番の小口でしょ、まあ、こんなの何のも題もなくできるでしょ、だって月末補給さで書いてあるんだから。 あそこ問題ないね。で、当座預金もこれいけると思うんだけどね。だって普通の銀行の話ですから。ねえー。まあ確かにね、調整項目としては見慣れないものが少し含まれるかもしんないけど、別に、そんな突飛な感じは僕しないけどな。 ね、で横領がうんちゃらかんちゃらとかって話がありますけど当然こんなものは請求するんだっていう形で名人になってるわけですからあーそこの部分についての補正手続きなんか、まあ、当然未就金立てなきゃいけないとかって話はありますけどもそこはそんなに問題ないと思うんだよね。で仮にその未就金等を計上してねその横領した相手に対する債権の部分、えー、の認識手続きを取りましょうっていう部分に関してはまあ別に銀行 当座預金本体に関する著書という意味ではさほど影響しないので、そこの部分、まあ、しっかりやっていただければ当座預金は取れるでしょ。で、それ以外で言っても、もうね、まあ、繰り越し商品。これいけるな。で、未着品。これもいけると思う。で、原材料。まあ、当然これ、期末の原材料ですね。これはいけると思いますよ。だから何が言いたいかというと、製造原価の算定を一通り全部やるってのは厳しいですよ。おそらく。 で厳しいですけど、別に材料費とか、労務費とか、経費とか、それぞれの構成要素をパートパートで取っていくってことは当然できるわけじゃない。で、これは今まで当連でも皆さんやってるでしょ。製造原価の算定やんない、イコール全部製造原価に関連する材料費とか、労務費とか、経費の消費、計算はしないって、そういう判断ならないでしょ。で、それは今までの当連でもやっていただいてるわけだから、ここらんともいけるんですよね。で、仕掛かり品とか製品は厳しいです。ね、これはちょっと大変だと思う。 だから、やんなくてもいいかなっていう気がする。そこら辺はね。で、そこら辺は僕いいと思うけども、まあ、期末の材料を意味する原材料であったり、まあ、期末の未着印、で、手元商品を記録していただく繰越商品、まあ、ここら辺はしっかりとやっぱ攻めていった方がいいんじゃないかな、いう気はしますね。で、あとは、同じ借り方で言えば退職給付用でしょ。当然、これはもう取んなきゃダメですよ。ね。普通の退職給付ですから。ね。<laughs> 普通の退職給付ですから、これは取んなきゃダメです。で、当然、 5TB のおかたる退職給費用って問題指示で明確にあったからね。製造原価じゃないやつですよ。製造原価参入項目は当然仕掛かりんと振り返れちゃいますから。ああ、そこはしっかりと判断しなきゃダメだね。で、さらに 5TB 次のページ進める手形はいけるルこれはいけるよな。で、商品評価損。これもいけやすいね。で、雑損失。まあこれもいけるでしょ。で、そこら辺取ってってもらって、で、貸し方側で言えば買いかけ金とか、商与引きはで金 貸し引きもいけるよね。で、貸し引きとか、醤油引き当て金、退職給引き当で金。ね。で、こっちは、あの、退職給費用とかとは違いますよ。満額ですからね。当然そこは問題ないでしょ。で、そこしっかりやって、で、えー、さらに言えば、累計学関連だね。工場の累計学、倉庫の累計学、機械の累計学あるでしょ。で、ここらへ行けますわな。で、ここらへ行けるだろうし、で、厚み。圧縮積み立て金なんかもこれ行けますね。 でそういったところをしっかり取りながら、あと未着品売り上も取れますね。で、保険債欺も取れますね。で、なんちゃかんじゃいってね、そうね、うまいこと回してってもらうと、やっぱ二十数点、二十二とか二十三とか、まあ、そこらへんいけると思いますよ。で、逆に言えば、後半部分でね、えー、ちょっと見れないような話が出てきたじゃない。インセンティブ報酬に関する取り扱いとかね、えー、なんだこれと。 いうのが出てきたりもしてると、思う出資金の扱いなんていうのも、まあ、出資金の扱いなんていうのは、わりかしこれね、あの、代表なんだよね。だから、某議論では、基本的に問われることほぼなかったんで、まあ、そうすると、ここら辺の話っていうのは、まあ、一か八かで気づいていただいてね。一部、これ、役員に対する、いわゆるゴーティビー等の内容から判断できた方もいらっしゃるかもしれませんけども、これが、あの、株式引受権。まあ、要はストックと同じ話なんですが。 あそれに準じる形で作業してねという話なんだけどまあでも別にこんなのがいいと思いますけどねまあやれることはやっていただければいいですけどまあここをやってもねあんま重点的に多分点数つかないですよ当然でそれよりは僕がさっき言った話じゃないけどもお各種引き当て金の話であったり、えー、有形固定資産金連の累計額だったり保険債棄厚み あ,あいいのののががでできてた方のが、まあ、2点点可能性は高いです。あの逆に言うと、株式引き飛行経のあんなの2点つかないと思いますけどね、私。やんない人が多いでしょ、普通に考えて。だって、見慣れないんだから。まあ、見慣れてる人はやればいいですけど、見慣れないよっていう人は別に無理してやることはないじゃない。だって、あー僕、朝もツイートでちょっと打ったけどさ、もう皆さんお分か通りのとおり、知らない問題やる前に、見慣れた問題やるの、当たり前の話でね。 でその当たり前のことを当たり前にやっていくことによって点数を積むっていうのが簿記論の、まあ、常日頃やっていただかなきゃいけない回答スタンスであることも皆さん十分ご理解いただいてますよね。あのその前提でやんなきゃダメですよで初見の話でねなんか見たことないなっていう話を一生懸命考えてやったって知らないでしょやったっていいですけどそれやるんだったら今僕が言った話を終えたからじゃないと。で逆に言うとねあの今回の,その固定資産関連なんか少し複雑な形にしてありますから あ問題がねちょっと対応しててもお回答作業しづらいなっていうところあったと思いますよあったと思いますけどねあのそういった多少の煩雑性があったりしてもよ結局有形固定資産の厚みの話なんか年が年中やった話じゃないですかでしょでそういう前提で考えたときにそういう部分でやっぱり点数取り切っていかないとねあの1、ー、か8かみたいなところやったって点数取れる可能性ないからね 全然ゼロとは言わないけど高くないでしょだったら慣れてるところちゃんとやっていけばいいじゃないですかああいうところになるんでだ今日の問題はね本当にもう基本に立ち返ってもらってね、あのー、できるものできないものの示唆選択をちゃんとやるっていうことを、まあ、当たり前のことを当たり前にやっていかないとかなり厳しい、ね、で見慣れない問題とか、まあ、そっちにばっかり手を出してしまったりするとやっぱり厳しいですよ でそうなった時に、き、まあ、今日の第1問なんていうのは顕著な話だとは思いますけども、おまあ、帳簿の話はね、直前期等で、私どもの方ではあ、大山論点と、臭いよということで、歩行という形の講義もやらせていただいたし、で当連等でも出させていただいたし、まあ、仕分け帳そのまま書けという問題は、多分出ませんということは、僕ずっと言ってきた、まあ、今回、やっぱり書かせてはいないでしょ。 で問われてののは二重仕分けの知識なんですよ、まあ、その生産感情という独特の話っていうのはちょっと対応しづらかったとしたって工藤だけど資産,、えー、資産表作成の部分等は当連等の見直しをしっかりやっといていただければ十分対応できたはずだしでソフトウェアに関してはあのソフトウェア仮感情からの振り返りとかって2級でよく出てるんだよね。ね2級でよく出てるやつだから まあちょっとそこら辺の知識を援用してっていただくないしは有形固定資産の建設仮勘定を使った流れってあるじゃないですか結局あれと同じなんでね同じ固定資産ですからでそれは処理の過程からしても判断つくと思うのでまあある程度やっぱ対応はしていただきたいんですよねでそういった基本のところをしっかり対応しつつ第2問はもう拾えるところをまず明確にね これは分かかりやすかったでしょ社債関連とか有形固定資産なんつうのはもう絶対的に最初にやって確実に対応しなきゃダメでそういったところはもう皆さん見慣れた話なんでやるでしょで第3問で部分点狙いという形に切り替えていっていただくと全体としてバランス非常によく対応できると思いますでちょっとこれからねまだあの終わってないのよ あ残念なんだけど予想配点をつけるところまでまだ作業が終わってなくて結構ボキロの時間があっちゃっててね終わってないんで終わり次第すぐアップしますけどあのざっくりした感覚です、えー、予想の配点をこれからつけますから何とも言えませんが私の感覚で言うと感覚です本当に感覚で言うとボーダーラインとしてねうち、まあ、がつける配点で言ったら45から50。 ぐらいにななりそうな気がするもうちょっともしかしたら低いかな。いう気もする。これ意外とやっぱね、点数伸びないですよ。で、意外と点数伸びないので、ちょっと去年の問題の感覚を引きずってると、かなり厳しいね。正直。あの去年の過去問なんかをやっぱりやっている、ある程度メインだってやったよっていう人からするとこんなにできないかって思うんでね。あのー、だから、ちょっとやっぱりね、 舞い上がっちゃって気が落ち着かないっていうのを普段だったらできるような問題までできなくなっちゃうっていうところもあるかなっていうそういう心配が生まれるぐらいちょっとまボキロンは戻りましたねであのー、僕さっきから戻りましたって表現を使ってるんだけどこれがやっぱボキロンですよだからあの楽じゃないですよこの問題非常に解きにくいし難しいと思います難しいと思いますけどもでも 私はあの率直に言って今日の問題を見た時にえっとは思いませんでしたあの正直いやいやいや、うん、あのもっと簡単だったら嬉しいけどえっとは思わないまあロンだからあのむしろね変な言い方だけど去年の方のがちょっとえって思ったあーあれってあれって去年の方のが僕思いました あの今日の問題見てもえとは思いませんであのこんなこと言うと偉そうに聞こえるかもしれないけどさっきから言ってるこの第一問なんかすっごい,い,い問題ですよ僕思いますよあの特にソフトの問題なんかいい問題です、ね、こんな言い方すると偉そうですけど本当にねあれはそれほどひねってないですけどしっかりと無形固定産の本質論に立ち返っていかなるものが資産形上されるべきかというところを考えれば 容易に判断はつくよねっていう問題で逆に言うとそういうのを考えないでえまあ言葉きついですけどちょっとこう上辺でね問題の作業過程を追ってるような人だと多分できないですねえ特に後半部分から崩れますんであのそういう意味では僕非常にいい問題だと思いましたでそうするともともと墓地論なんて低い時にはボーダーラインうち私どもの出すねえ予想配点ベースでボーダーライン40点なんていうのも過去の試験ではありますから あまあ今回がそこまでいっかっていうのは何とも言えないですけどうーんでもまあ大きくね 50, 50点後半ですとかそういう感じには多分なんないですねでおそらく他コさんもそういう形で出すと思いますよそんなにポン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 取れんもんじゃないでポン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 取れんもんじゃないけどだからこそ基本の論点っていうのだから僕も散々パレってますけど第3問なんかに、ね 今回有価証券入ってないんですよ普段出てててる取り得が入ってない入っっなないいけどもだそれがなくったって現預金の話は出てるでしょで有形固定資産出てるでしょで引き当て金出てるでしょねこういうところをちゃんと取るんだよ。で未着印売買とかだってベースの部分はできるじゃない基本的な部分はできなきゃダメだよって僕言ってるじゃないですか。でそういう基本のところをしっかりと追ってって。 点数取るべきところを取ってってもらえればそれなりの点数になりますよ第3もまあこれから配点つけますけどまあなんだかんだ言ったって20点を割ることはないと思いますでいけると思います全然でいけると思いますんで私は目標25点常に第3も言ってるんでねまあそれ十分可能だと思いますよ多少割ったって20点22点とかそれぐらいはいけると思いますこの問題の状況であればねじゃそれがちゃんとできてるかですよ だから、あのー、今回のね、役員に対する報酬等の話で応用論点が出てきたでしょ。で、こういうのを見ると、またね、ああ、そっちそっちって、インセンティブ報酬の話があって、わーってそっちにみんな行きがちなんですけど、違いますからね。別にこんなんで差なんかつかないですよ。いい差がついてるのはそっちですからね、告示合ってますよ。告示現金とかちゃんと出てなきゃだめですよ、これ。ですかあー、まあ 当然ねならできてるよって話だと思うんですけどもあのもしね仮に5 t v の告示現金とかが間違ってるとかいう状況がもしあればよもしあればよインセンティブ報酬うんたらかんたらとかってそういう次元の話ではないんですよそこなんですよこの問題で一時が万事というのは失礼かもしれないけどでもそういうことですよ だって基本も基本じゃないですか小口なんて。だって3級ですもん。だから、あのそういったところでやっぱ点数積まなきゃいけなかったんだよね。で、そういったところがちゃんと得点できる人。だから本来やるべきことを、簿記論の対策、戦術というものをしっかりと身につけた人であれば、それなりに点数取れると思います。で、逆に言うとちょっとやっぱそういったところが弱いと、本質的な問題に戻ってしまってるがゆえ、 パターン化して問題を解くことによって対応できる次元ではないのであのー、ちょっと厳しいかな言う気がしましたでまあこれ詳細はね19日の段階までに徹底、えー、検証会8月の19日のうちちょっとやりますんで あのそちらまでにはですね詳細な状況なんかやっぱお出ししようとは思ってるんですけど今日はもう本当に速報ということでざっとお話をさせていただいてるんですが、あのー、ちょっとい,かいずれにしてもそんなに高得点がボーダーになることはないはずなので、まあ、そういうベースのところをどれだけ点数取れてるかあいうところなんで、まあ、第1問から第3問全体で言った時に一番点数取りやすいのは第1問です間違いなく。 でそこの特に資産表なんかね、問いの一番の資産表なんかをしっかりと点数を取れてるかどうかっていうところはやっぱり大事だったりするかなっていう気はするんで、まあそういった前提でですね、内容の見直しを少しやっていただいて、徹底検証会等をご参加いただくといいのかなと思います。あのー、本当に今日はもうざっくりした形の書簡をお話しするっていう機会なので。 あんまり詳細なことが言えなくて申し訳ないんですがあのね皆さん,んまあなんか今日はやっぱりねあのー、かなり簿記論の試験終わった段階で、えー、混乱された方も多かったみたいですでまあそれはしょうがないと思いますよこの問題見て余裕を持ってね会場出てくるなんてことはありえないですからああでもそれが本来の簿記論ですからねうんだからもう本当元戻っただけなんですもともとこんなもんね手応えなんかないですよ 手応えなんかないけどもねしっかりと何とか自分の中で対応できるもの回答を埋めておいたら11月とかの段階で合格通知が来るっていうのは貿気論ですからそこはやっぱねとととかと違うところなんだよねでそこをしっかりと意識していただいて対応を図っていただくことができればまあ良かったのかなという気はしますでまあ何にしてもね、えー、いろいろこう思いはあると思うんですよお今もう一回問題見直したらこれできんじゃんとかっていうのおそらくあるしね でああこういうふうに問題解けばよかったとかっていうのもあると思うんだけどもまあでもねとりあえず、えー、今日の時点では皆さんこれまでしっかりと準備してきたものをご自分なりに一生懸命努力してきたものを出したわけだから、ね、それは別に恥じることも何にもないし、まあ、後悔をするんじゃなくて今後の改善点としてそれは自分の中で取っとけばいい。ねえー、特には、まあ、これはみんな誰でも感じることだけどあと1週間あればなとかあと1ヶ月あればなとか。 追い込みをもう1週間早めに始められてればなと思うでしょ、ね、でその思いっていうのは特にこの後税法なんかが控えてる方々多いと思うんで税法になった時にちゃんと活かせばいいじゃないですか。ねだから別にうーん自分の勉強の仕方が悪かったそれは改善点として認識すればいい改善点として認識すればいいんであって別にご自分の努力を否定する必要はない。 あともう少しもう少し時間があればもう少し勉強したかったなってあると思うけどそれはさ別にやったからこそ感じることであってねとりあえず今までこの期間にわたって一生懸命自分なりにできることはやってきたわけでしょだからそれはそれで自信を持てばいいですよだから別にダメだダメだなんて思うことはないまあ当然一生懸命やったからこそへこむ気持ちがねなえるっていうのはあると思いますよただくどだけど税理試験ってそういうもんだからもともとね そんなに意気を言おうと、試験会場に出てこれることの方のは少ないんです。特に簿記論は。いねえ、元々そういう科目なん。だから、いいの。お、だ、とりあえずはここまで一生懸命頑張ったんだから。まあ、特に最近、今年は暑くてね、あのー、九州の方ではやっぱり大雨の、いろんな被害なんかも出てるみたいですから、あ、ねえ。試験以外にもいろんなことを抱えながら勉強しなきゃいけなかったって人もいると思うんですよ。ね。 ねえそうじゃない方々、ね、え地域の方々も、まあ、本当にもう暑い中、ね、勉強するだけでも大変だったと思うんでねただ何してもちょっとこの本当に1週間、2週間無理してきてますんであの試験終わるとねちょっと気が緩むんでね気が緩むと一気にねあの体調悪くなったりという人毎年多いですからあちょっっとやっぱりねあのしばらくの間、1週間ぐらいはねあのまずは蓄積した疲労をしっかりと抜くと、ねえーね、変な病気になったりとかしないように。 ね、しっかり影響を養うほ本当にもう休んでくださいよ、ね、でその後に1週間なら1週間終わった後にねもう一回この問題だったら問題をちょっと見直ししてほしい別に解き直せ全部が解けるようにしろなんて言ってないそうじゃなくてあ冷静になってねあこの問題だったらこういうふうに解くってやり方もあったかなとか少し振り返りはした方がいいじゃないせっかくやったんだ別に来年もう一回受けるからとかそういうことで言ってんじゃないんですよそういうことじゃなくて僕の受かったっていいじゃないですか 今年受かろうが受からなかろうがそれと解いた問題を見直しするってのは関係ない話でしょ別の話でしょで、そこはちゃんとやっとけばいいじゃないですかで、そうすることによってそこで得た知識が土台になってこの後税法で例えば法人とか一家だ、企業税行く方はやっぱり会計の知識は無駄にならない土台になるんだからえそういったところだて当然生きる可能性は多分にあるわけでせっかくやったんだからやればいいじゃないですかで、その上で検証会なんかに挑んでいただければね 詳細なあ得点予測であったり、ボーダーラインであったり、まあ、そういったものも全部お配りできるようにしておきますので、まあ、ぜひね、そういった形で19日までお待ちになっていただくとよろしいんではないかというふうに思います。はい、ちょっとね、長くなっちゃいましたけど、お超速報版のポイント速報というところになりますんで、まあ今日はそんな趣旨でございますから、まあ何したって今日のボキロ論は点数取れません。ね。だから、そんなにね、ダメだダメだなんて、比嘅する必要もないし、 楽しすぎる必要もなない、ねえー、みんんできませんこれはああとは得点予測なんかをこの後もうちょっと精査して皆さんにお出ししますんでそれまでちょっとねお時間いただきますがあーじっくりまずは体の疲れを養ってね取っていただいて彼、えー、体調を崩すことのないようにしていただいてで問題の見直しをやっていただくと。 いう形にしていただければよろしいかと思います、はい、以上で今日のポイント速報は終了です皆さんお疲れ様でございました